皆さんこんにちは。紫綬褒章や日本アカデミー賞優秀主演女優賞受賞、文化功労者など数々の賞を受賞。1960年代を代表する人気女優でありながら、今でも輝きを失わない大女優の吉永小百合さん。吉永小百合さんは先日映画女優デビュー65周年を記念した吉永小百合青春時代写真集の発売記念特別上映会イベントに登場し、そこでは過去の映画撮影中の失踪秘話について明かしました。今回は吉永小百合さんが明かした映画撮影中の失踪秘話や中尾彬さんとの関係、ヘビースモーカーの噂、初報事件について、また旦那の死去について紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。吉永小百合さんは1945年3月13日生まれ、東京都渋谷区代々木西原町出身です。先述でも触れましたが、吉永小百合さんは24日に東京池袋の新聞芸座で行われた映画女優デビュー65周年を記念した吉永小百合青春時代写真集の発売記念特別上映会イベントに登場しました。また高校の入学式の日に中退して撮影した思い出を振り返り、年間2本でいいと言われたんですけど、次の年には16本、ほとんど学校に行けなくて日活が学校になったという感じですと、激動の時代を懐かしんでいました。1966年公開の映画愛と死の記録では、渡里哲也さんと中尾敏さんと共演。そんな厳しい撮影の中では、渡里さんが失踪したことがあったそうです。この時のことについて吉永小百合さんは、みんなで探したら押し入れの中で寝ていたんですね、みんなで可愛いねって言っていたんですけど、そんなことがありましたと微笑みながら渡里さんの失踪エピソードについて明かしていました。また共演した渡里さんは2020年8月、中尾さんは今月16日に逝去しており、吉永小百合さんは声を震わせながら、寂しいことなんですけど、ぜひぜひ皆さんに見てもらいたいと思っていますと追悼コメントをし、作品の中で生き続ける先輩たちに思いを馳せていました。また来場者からの質問コーナーでは、出演124本目となる次回作を期待する声が飛び、準備中なんですけど、制作会社が絶対に言ったらダメだって、素晴らしい映画になると思うので楽しみにお待ちいただけたらと思いますと言及。大きな拍手を送られ、大好きな映画の世界でもうしばらく歩いてみたいと思いますと締めくくったといいます。そんな吉永小百合は中平真美さんの「小百合ちゃん」で愛欲生活が暴露されたことがありました。まず登場するのは中尾彬さんとの密会です。ここでは中尾さんのインタビューが抜粋されており、早稲田大学に通っていた吉永小百合さんの車に乗り込み、中尾さんは一緒に行動していたそうです。この頃の中尾さんは吉永小百合さんを送迎する車に同乗することも許されていたくらいに、事務所も公認の仲だったようで、移動中の車内で吉永さんからキスを迫られたこともあったそうです。そんなある日、やはり早稲田からの帰りだったと思うけど、彼女僕の膝を枕にして眠っちゃったんだ。その時も運転手さんは車を静かなところへ止めて席を外してくれたんだよ。やろうと思えば性的行為も可能な状況に置かれたわけだけど、僕は何もしなかったんだから我ながらバカだと思うね。ところが寝顔を覗き込んでいる僕の頭に彼女の両腕がスーッと伸びてきて引き寄せられちゃったんだと話していました。そして血染めのラブレター事件へと話は移り、中尾さんはオランダロケに彼女が行った時、ナイフか何かで指を切ったんですよ。流れる血を見ているうちに、それで手紙を書きたくなったから血で書いたと言うんだよ。おセンチな少女の発想ですよ。それでも僕には可愛くってしょうがなかったねと明かしていました。ですがここまでしておきながらも、吉永小百合さんは中尾さんに対して熱がなかったとも言われており、吉永小百合さんが1966年に映画「愛と死の記録」で共演した俳優渡里さんと恋仲になると、中尾さんは捨てられてしまったそうです。そんな渡里さんとの仲は
その世界では周知の事実だったといいます。また渡さんは吉永小百合さんのことをごく親しい仲間内ではうちの神さんと公言するほどだったそうです。しかし映画界で吉永にとって初めての男だったと言われる渡さんとの大恋愛は2年余りで終幕を迎えました。理由について吉永小百合さんは両親を説得できなかったんです。だから渡と直接会ってあなたとは結婚できませんと伝えました。涙が止まりませんでした。それで別れたんですと明かしていました。他にも石坂浩二さんも吉永小百合さんが恋焦がれた一人だったようで、当時石坂さんは加賀まりこさんとの交際が盛んに報じられており、そこに吉永小百合さんが参戦して、吉永小百合さんはすごく好きだったけど恋愛にもならなかった、妹みたいに思われて相手にしてくれなかった、女として見てくれなかったんですと語っていました。広末涼子さんが早稲田大学に入学した時にも吉永小百合さんはちゃんと卒業したけど広末涼子さんは中退したとかも言われるほど、周囲からは優等生と言われ、清純派の称号とのギャップは意外な場面で露呈しています。また映画で共演した笑福亭鶴瓶さんからは、吉永小百合さんは忘れ物をしたり物につまずいたり結構おっちょこちょいだと言われていました。そんな吉永小百合さんはヘビースモーカーという噂もあります。そのように言われる理由として、花の乱で与謝野晶子を演じた際に吸い殻が山積みになった灰皿の横で執筆したり、畳に寝転がってタバコをくゆらしたりと、ヘビースモーカーな与謝野晶子を再現していたからだと考えられます。与謝野晶子は執筆中返事もタバコを離さず、いつも支援に包まれていたと言われていますが、11人の子供を立派に育てた母であり、夫鉄管が失業していた時、一家の屋台骨を自らの筆で支えた良き妻でもありました。そんな与謝野晶子を演じてもなお吉永小百合さんとタバコが結びつかない人も多いと思いますが、実際若い頃は隠れてタバコを吸っていたという噂もあるようです。また吉永小百合さんは実は過去には自宅に銃を持った男が侵入するという事件に巻き込まれたことがあるのです。それは1963年8月のことでした。当時18歳だった吉永小百合さんは家族と共に東京都渋谷区代々木西原町で暮らしていました。8月9日の夜9時45分、吉永小百合さんの自宅にピストルを持った男が侵入します。当時家には吉永小百合さんを含めて家族5人がいました。吉永小百合さんと妹、当時16歳が2階へ上がったところ、突然男が現れたため2人は必死に階下へ逃げたといいます。男は口径7ミリの単発銃、弾薬を発射するたびに弾を込めるタイプの銃を自作し、夜8時45分に応接館の屋根伝いに窓から吉永小百合さんの家に侵入し、ずっと隠れていたそうです。すぐに両親が警察に通報し、その間に妹が吉永小百合さんを犯人から引き離し犯人と距離を置いていました。通報で代々木署のパトカーが到着してからは警察官6人が駆けつけてすぐに2階に向かいます。松本金一巡査部長、当時34歳が逮捕しようとしたところ、男性が発砲、松本巡査長は左顎を撃たれ全治2ヶ月の重傷を負いました。この発砲で機動隊が300人が出動する大騒ぎとなり、機動隊と男は室内で30分ほど睨み合いになった末、夜の10時20分に男は拳銃を捨てて投降しました。この時吉永小百合さんをはじめとして家族5人は全員無事でしたが、事件の巻き添えで吉永小百合さんは足に軽い怪我を負ったといいます。犯人は当時プレス工をしていた渡辺健二、当時26歳という人物で、熱狂的な吉永小百合さんのファンだったといいます。動機はなんと大ファンの吉永小百合さんと結婚したかったが無理だということが分かり、吉永小百合さんの体に自分の名前剣を入れ墨にして記念に入れてもらおうとしたからでした。嘘のような話ですが、この男性は実際に掘り道具まで用意していたのです。
また実はこの渡辺健二という人物は1953年に強盗未遂で逮捕されていたのですが、その時はまだ少年であったため刑事処分は受けていませんでした。しかし今回の事件で刑事処分が下されることになりました。またこの事件と同じ年の5月から9月にかけて吉永小百合さんには合計7通の脅迫状が自宅に届いていました。脅迫状の送り主はこの渡辺健二という人物ではなく、当時爆弾や拳銃で爆破や発砲事件を起こして世間を震撼させていた草加次郎と名乗る人物からだったのです。手紙には弾丸が入っており、内容は100万円を要求するもだったといいます。1通目から4通目までは吉永小百合さんの父親が上野駅前の喫茶店まで来るように書かれていましたが、犯人は現れませんでした。1963年9月6日に届いた7通目の脅迫状には9月9日または9月10日に草加次郎が指定した急行列車からこれまた指定された場所に100万円を投下するという現金の受け渡し方法が提示されていたそうです。またこちらの手紙には過去の6通の脅迫状と異なり時限爆弾を示す絵が入っていました。しかし9月9日と9月10日に列車に乗り込んだものの現金投下のサインは現れなかったのです。今でも芸能人が被害に遭う信じられないようなニュースが飛び込んでくることがありますが、昔も負けず劣らず驚くような事件が起きていたのです。10代の頃から70歳を超えた現在でも根強い人気を誇る大女優吉永小百合さんに起きた信じられないような事件でした。そして9月3日吉永小百合さんの夫で元共同テレビジョン会長の岡田太郎さんが胆のうがんのため都内の病院で死去したことが同月13日明らかになりました。世間への発表は家族葬を済ませての発表だったそうです。本来親族のみで行われるはずの家族葬ですが、この家族葬には誰の子かわからない子供が参列していたとの噂が浮上しています。真相は明らかになっていませんが、吉永さんの隠し子なのでしょうか。話を戻すと、報道メディアは発表を受け、岡田太郎が9月3日午前1時15分胆のうがんのため都内病院にて逝去いたしました、葬儀は個人の意思で9月8日に家族葬としてすでに執り行いました生前のご厚誼を深謝し謹んでご連絡申し上げます。吉永小百合、本名岡田小百合、喪主と発表。後日お別れの会を予定しているとしました。喪主を務めた吉永小百合さんは直筆の書面を添え、夫岡田太郎は昨年12月に胆のうがんと診断され化学療法の治療を受けていましたが、転移もあり症状が進んで他界いたしました。病気に対しては回復を目指して常に前向きでしたが、9月3日、94歳で永眠いたしました。大往生だと思います。私は地方での仕事を終え病院に駆けつけ傍らに寄り添って看取ることができました。生前の皆様のご厚情に深く感謝し心からのご礼を申し上げます、吉永小百合とコメントを発表しています。吉永小百合さんの献身的な看病も実らず、最愛の夫が天国に旅立たれました。岡田さんが90歳を過ぎてからも夫婦揃って旅行やゴルフを楽しんだり、クラシックコンサートに出かけたりと周りの人々が羨むほどの夫婦仲の良さで知られただけに、吉永さんを心配する声もつきません。吉永さん岡田さんの出会いは映画「愛と死を見つめて」公開直後に制作されたドキュメンタリーだったそう。この番組のプロデューサーを急遽任されたのが岡田さんで、当時19歳の吉永さんのヨーロッパ旅行に約1ヶ月同行、それから9年後の73年に結婚することになりましたが、2人を接近させたのは働き詰めによるストレスで声が出なくなった吉永さんを岡田さんが支えたのがきっかけでした。離婚歴があり15歳年上の岡田さんでしたが、吉永さんの方が続婚で結婚へと突き進んだとのことです。当時人気絶頂の女優と岡田さんの結婚は大きな話題を呼びましたが、拍車をかけたのが吉永さんの両親は猛反対だったようです。お二人は反対を押し切り
73年6月28日に婚姻届を提出し、8月3日に挙式。岡田さんのフジテレビの同期で歌手の畠山みどりの夫くん、泉州よしおしの豪邸を借りて愛を誓い、その後は東京新宿の京王プラザホテルで披露宴を開きましたが、吉永さんの両親はついに姿を見せず、当時は大きな話題を呼んでいました。吉永小百合さんのご両親は元彼渡哲也さんとの結婚も反対していたことがあるようです。渡さんと吉永さんは1966年の映画「愛と死の記録」で初共演。この時渡さんは25歳で吉永さんは22歳。若い2人はすぐに急接近しお付き合いすることに。小百合さんは手先が器用でね、手編みの座布団を渡さんに送っていた。渡さんは、ありがたくないな、こんなものを、恥ずかしくて使えないよな、と頭をかきながらも嬉しそうにしていましたね。当時、小百合さんのことを、神さんって呼んでいました。みんなは、小百合ちゃん、だったけど、愛と死の記録、で恋人役を演じてから、渡さんだけ、神さん、でした。誰から見ても相思相愛でしたよ、と当時のラブラブ具合を映画関係者が語っていました。二人の交際は2年ほど続き、当然の帰結として結婚も考えていたといいます。しかしこの結婚に吉永さんのご両親が猛反対、特に吉永さんのお父さんが猛反対したらしく、渡さんとの結婚がというよりも結婚そのものを認めようとしなかったそうです。吉永さんは清純なイメージで売っていましたから、そのイメージが傷つくことを恐れたのでしょうか。吉永さんに専業主婦になって欲しがっていた渡さんのご両親の意向にも、吉永さんのお父さんが大反対だったようです。いかがでしたでしょうか。今回は吉永小百合さんが明かした映画撮影中の失踪秘話や中尾彬さんとの関係、ヘビースモーカーの噂、発砲事件について、また夫の死についてご紹介していきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。